シャルトリューズベール VP シャルトリューズはカルトジオ界に伝えられた薬草系リキュールの名手でリキュールの女王とも称されるエリクサーの一種でありフランスを代表するリキュールの一つとされる基本的にストレートで飲まれるがカクテルの材料として用いられることもあるシャルトリューズの製造の歴史は裏付けとなる資料は残っていないが伝承によると1605年に フランス王アンリ4世の愛称ガブリエルデストレの兄であるフランス王ア,アンニバルデストレがボベールにあったカルトジオ会の修道院にどこからか伝えたと言われる。または同年ボワロンのジェローム・モベークが製法を編み出したとも言われる。本山であったグランド・シャルトルーズに伝わったのは1735年で、当時は 薬用とされ販売はされなかったが、やがて修道士が小規模に売り歩くようにもなった。1789年のフランス革命で修道院が解散させられるとその後は、右与曲折を経て、ボアロンで製造されることとなった。21世紀の現在でもこの地で製造が続けられており、無料の見学会も開催されている。フランス革命で、 修道院が閉鎖されると修道士は製法を記した写本をグルノーブルの病院に託した。しかし、現地の薬剤師はこれを活用することはなく、ただ1810年に古文書として保管する、要帝国内務省に送付。翌年、保管の検案は内務大臣により、却下、グルノーブルに返還されたので現地のジョニー司祭が保管することにした。戻ってきた。 修道士がこの写本をもとに1835年に再び製造を始め、その後1830年頃にたまたま死因した将校がうまさに感動し、広く世間に知らしめ始めた。しかし1900年初頭の政教分離により1903年には再び修道会は解散させられ修道士たちはスペインのタラゴナへ移住し修造を継続した。 15年ほどこの地で酒造を継続したが、シャルトリューズの名は使用できなかった。タラゴナからフランスへ戻ると、マルセイユを経て、グランドシャルトリューズ近くで事業を再開したが、1930年代に、地滑りによって工場が被災、最終的に、ボワロンに戻って、工場を復興し、現在に至る。詳細な製造法は明らかにされておらず、1985年現在でも、 シャルトルーズ修道院の修道士3人のみが知る秘伝となっている。ブランデーをベースとして、砂糖およびアンゼリカ、シナモン、ナツメグをはじめとする130種類のハーブを加え、損で熟成される。5回の紳士と4回の上流を経て調整されるということだけが公開されている。40人ほどの修道士による上皇帝により生産された成分を秘伝を知るに。 三人の修道士が混ぜる。熟成は最低でも3年。VP は12年である。ありがとうございます。